オージービーフはオーストラリア産牛肉の通称。オーストラリアは世界有数の牛肉輸出国であり、日本をはじめアメリカ合衆国、韓国、中国などにも輸出をしている。日本では輸入牛肉の大半をオージービーフとアメリカ産ビーフが占めており、歴史的、量的なつながりは強い。オージービーフは脂肪分の少ない赤新肉が中心であるため、 日本では一般市民向けの普及品として扱われており、スーパーマーケットなどで低価格で販売されている。原料となる肉牛は生まれると広い敷地で放牧される。輸出マーケットの需要に合わせるため、放牧後に穀物を食べさせる無礼エンフェットの飼育も普及している。2018年12月の統計によると、日本に輸出されたチルドビーフの 約74%が穀物で育てたグレーンフェットである。輸入統計のみを見ると、オーストラリア産の牛肉はグラスの割合が5割以上となるが、その多くはハンバーグなどの加工原料に使用されており、実際には消費者が直接買える生肉のほとんどはグレーンフェットである。オーストラリアの土地の約47%が農業経営者により管理されており、そこに約2% 800万頭の牛と約7、400万頭の羊が生育している。オーストラリアの放牧地をオーストラリアの放牧地に、放牧地は牧草を餌とされ、このまま食肉にされる牛は、牧草牛やグラスフェッドなどと呼ばれる。牛の本来の生活で育った牛の肉質は赤みが多い。グラスフェッドビーフは、日本へはフローズンで輸入されることが約8割で、 その多くが赤身率の高さを利用したハンバーグパティなどの加工原料に使われる。豪州産グラスフェッドビーフの輸入量の約2割は冷蔵で、その多くが牧草牛、オーガニックビーフなどの付加価値商品としてファンが多い。グレーンフェッドとして出荷される牛は出荷前に大麦、小麦を中心とした穀物を与えられる。オージービーフはグラスフェッドが 中心と表現されることもあるが、それは、加工原料や、オーガニックビーフなど高級品を含めたものである。日本を含むアジア向けの生肉市場へは、クレーンフェットの輸出が大半を占める。穀物飼料日本を中心とした、アジアマーケットでは刺し油が好まれ、この需要に合わせるため、フィードロットと呼ばれる、皮膚状に輸送し、クレーンフェットと呼ばれる、穀物皮膚が行われる。穀物は、 牧草と比べカロリーが高いため、効率的に生体牛を増量できる。この方法は、米国産ビーフと同じであるが、米国では遺伝子組み換えを含む、飼料用コーンを中心に与えられるのに対し、オーストラリアでは遺伝子組み換えが行われていない、大麦、小麦が飼料の中心となる。また、皮膚期間により、ロングフェット、ミドルフェット、ショートフェットなどに分類される。 オーストラリアの牛肉加工場は輸出をメインに設計されている場合が多く衛生面で優れているためチルド状態でも品質保証を100日に設定する生産者もいる製造時にはイスラムマーケットを意識してハラルの手続きを取る生産者もいるが日本に流通する際はハラルが意識されることは少ないそのため日本でハラルビーフを保証することは稀である日本には 多くが鮮瓶で輸送されてくる。冷凍、冷蔵の両方で輸入されるが、冷凍は主にハンバーガーパティなどの加工原料。冷蔵はスーパーなどの生肉売り場に流通する。なお、統計上、冷凍の加工原料の割合が多く、その多くがグラスのため、OG ビーフは牧草で育てていると誤解されがちであるが、消費者に身近な生肉コーナーで売られている。 OG ビーフのほとんどはグレインが多い。オーストラリアという国自体が独立した島大陸であり、固有の生態系を守るため、そして食肉輸出産業を基幹産業としていることから厳格な検疫体制を敷いている。2012年1月末現在、BSE や工程液の発生はない。個々の牛については、電子タグによる移動履歴情報のデータベース化が行われている。 1788年1月に南アフリカから2頭の大牛と6頭のメ牛がシドニーに運び込まれたのが始祖とされる。2011年現在で約2800万頭の牛が飼育されているという戦後間もなく牛肉の輸入が開始され、当時は割り当て制であったが、1991年に日本が海外からの牛肉の輸入を自由化した。 米国産牛肉の BSE 発覚による禁輸措置後、輸入牛肉はほとんどがオーストラリア産で占められるようになる。北米からの輸入が禁止された2004年以後、日本国内で消費された牛肉の半分強がオーストラリア産牛肉である。ありがとうございます。